はい。産福祉士、資格合格チャンネルの講師のつーちゃんです。この動画では、社会福祉士や福祉住環境コーディネーター、そして公認心理士などの福祉系、心理系の国家資格を見るだけ、聞くだけ、聞き流しで合格レベルにする動画となっております。えー、ぜひ、皆さん見て、聞いて、学んでください。それでは行きましょう。産福祉士、資格合格チャンネルです。講師のつーちゃんです。今日もよろしくお願いします。 聞き流し、福祉中環境コーディネーター2級の4回目となります。今日はですね、障害の定義、ICF の概念についてやっていきたいと思います。副祉中環境コーディネーター2級の4回目です。聞き流し、障害の定義、ICF の概念についてです。1番です。長期の機能障害と環境の障壁との相互作用で、社会参加が困難となっている人を、 障害者であると捉えているものは何でしょうか ?2006 年、平成18年、国際連合が採択した障害者権利条約となりますね。この障害者権利条約の考え方なんですけれども、長期の機能障害と環境の障壁との相互作用で社会参加が困難となっている人ですね。これを障害者と捉えている。それが 障害者権利条約となります。2、2番です。日本において障害者とは、身体障害、知的障害、精神障害、発達障害を含む、その他の心身の機能の障害があるものであって、他にどのような状態にあるものと捉えているでしょうか。障害及び社会的障壁により、永続的に日常生活、または、 社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものということになります。3番です。日本で障害者を定義している法律は何でしょうか障害者基本法ですね。これ基本です。覚えておいてくださいね。4番です。2011年、平成23年の障害者基本法の改正によって、障害者の定義は どのように変わったでしょうかどのような種類であっても、心身の機能の障害があり、それに伴う生活上の制限がある人は、すべて障害者となる。というふうに変わったんですね。まあ、あの、それまではですね、障害者基本法の中での障害者の定義は、えー、身体障害、知的障害、精神障害といった方、まあ、のみという形になっていたんですが、 2011年の改正によって、どのような種類であっても、心身の機能の障害があって、まあ、それに伴う生活上の制限がある方は、すべて障害者でありますよ、というふうに変わったんですね。これ結構大きなものなんでね、2011年の、まあ、障害者基本法の定義ですね。この辺覚えておいてください。5番です。1980年、昭和55年、 WHO が出した障害に対する世界共通の指標は何でしょうか国際障害分類 ICIDH というものですね。6番です。ICIDH では障害を3つの次元に区分しています。答えましょう。まず1番、えー、生物学的レベルの障害というもの。で2つ目が、 個人レベルの障害というもの。で、三つ目が社会レベルの障害というものですね。この三つの次元に区分。それが ICIDH となります。7番です。ICIDH が示す生物学的レベルの障害とは何でしょうか疾病や変調による手足の麻痺のような機能障害。 手足の切断のような形態障害。まあ、こういったものですね、えー。麻痺であったり、まあ、あの、切断とかですね。そういった形態障害が生物学的レベルの障害と言います。8番です。生物学的レベルの障害が何を引き起こすとされるでしょうか個人レベルの障害ですね、えー。日常生活動作ができないなどの能力障害といった 個人レベルの障害を生物学的レベルは、の障害は引き起こすという考えなんですね。で、9番です。個人レベルの障害が、では何を引き起こすとされるでしょうか就職ができないなどの社会的不利ですね。これを社会レベルの障害と言います。えですからですね、あの、 この、まあ、あの IC、ICDIDH の考えの3つの事件は、まず生物学的レベル、麻痺であったり、まあ、手足の切断であったり、そういった生物学的レベルの障害があって、個人レベルの障害ができ、そして、個人レベルの障害があって、社会レベルの障害まで、まあ、あの、できますよということになりますね。はい、えー、はい、それでは10番です。 医学的観点でのみ障害を捉えているという ICIDH に対する批判から WHO は新たに何を出したでしょうか。国際生活機能分類 ICF というものが出たんですね。11番です。ICF の考え方についてです。ICIDH が障害をマイナス面による分類としていたのに対し、 ICF は、障害を環境との関係で捉えるとともに、何を重視しているでしょうか生活機能の中に位置づけ、マイナス面だけでなく、プラス面を重視。というのが ICF となります。まあ、ICIDH というのが、まあ、医学的なモデルと言われることもあって、ちょっとこう、マイナス面による分類なんですね。それに対してですね、ICF は、 環境との関係として障害を捉えるんですね。で、えー、マイナス面だけでなくプラス面を重視しているのが ICF の特徴となります。12番です。ICIDH が一方向の概念であるのとは異なり、ICF は何がそれぞれ双方向で関係し合うものと捉えているでしょうか ?3 つ答えましょう。はい、1つが生活機能。 そして二つ目が健康状態。そして背景因子ですね。この三つがですね、それぞれ双方向で関係し合う。それが ICF の概念である。これ押さえておいてくださいね。生活機能、健康状態、背景因子。この三つがそれぞれ関係し合う。です。13番です。ICIDH と ICF の比較についてです。ちょっとですね、まあ、あの文字だけでは なかなかわかりにくいんで、少しですね、図にしております。まあ、矢印が書いた図なんですけれども、まず上ですね。ICIDH、国際障害分類モデルの、えー、はどういったものかということですが、左からいきますね。疾患変調ですね。そういった疾患や変調があって、機能障害が出る。で、機能障害が出て、能力障害が出る。 そして、能力障害があって、社会的不利や社会的障害が出るというのが、ICIDH モデルの特徴、見方となりますね。まあ、それがですね、ちょっとこう、まあ、あの批判を浴びまして、次に ICF ですね、国際生活機能分類モデルというのが出ます。で、ICF モデルの特徴はあの、健康状態がまず上にありますが、 それとですね、生活機能ですね、右下に赤字でありますが、生活機能とあって、下に環境因子、個人因子、そういったものが、それぞれに関わり合っているということが特徴となります。まあ、矢印がですね、いろいろこう、双方向に出てますけれども、健康状態が良くないと、心身機能も悪い、活動もできない、参加もできないですよね。 で、まあ、それとは別にですね、環境因子というものもあって、その方が暮らしている環境が原因で、えー、活動ができない、参加ができない、心身機能も良くないといったことであったり、個人的な因子というのもありますよね。個人的なものが原因であって、参加できない、活動できない、健康状態も悪い、心身機能も良くないよということ、そういったことが、えー、双方向に関わり合モデルが ICF モデルということになります。 14番です。ICF の健康状態については概念としては何を用いるでしょうか国際疾病分類 ICD というものを用いるんですね。まあ、ICF に健康状態という概念があるんですが ICF 独自のものはなくてですね、えー、その概念としては国際疾病分類 ICD というものから、まあ、それを流用、有用しているということなんですね。 15番です。ICF の活用として2000年平成12年度から医療保険制度の診療報酬の算定に作成が求められるようになったのは何でしょうか ?2 つ答えましょう。リハビリテーション総合実施計画書とリハビリテーション実施計画書ですね。この2つがですね、ICF の考えの活用として、医療保険制度の診療報酬の算定に作成が求められるようになったものです。そうですね。押さえておいてくださいね。16番です。不自住環境整備とは ICF の概念では何になるでしょうか環境因子の変化になるんですね。ICF の概念の中に環境因子というものがありました。 で、それはですね、その人が住んでいるとか、そういう環境ですね、そこになるんですけれども、住環境整備はそこの変化を促すとか、変化をさせるものということになりますんでね、このあたりも覚えておいてください。17番です。ICF の考え方や分類は、福祉住環境コーディネーターにとってどんな場合に有効でしょうか 高齢者や障害者といった住環境整備の対象となる人の状況を、関係職種と理解を共有する場合に有効となります。まあ、あの福祉住環境コーディネーターはいろんな職種と関わり合う職業ですよね。えー、PT、OT や、えー、ソーシャルワーカーやケアマネージャー、そして建築業者などなどと、まあ、あの関わり合うんですが、その対象となる方を理解するには、 ICF の考え方や分類が非常に役に立つということですね。この建築だけ見てもダメ、住環境だけ見てもダメ、その人の病気や状態だけを見てもダメというところで、まるっとですね、全体を把握するには ICF の考え方を理解しておくのは非常に有効ということになります。 はい、えー、今回ですね、テキスト4回目、障害の定義、ICF の概念という内容で動画を作っています。障害についての世界の定義、そして日本の定義、現在使用されている ICF の概念について深掘りして一問一答を作っています。はい、えー、何度も何度も繰り返し動画を見て聞いて覚えてくださいね。聞き流し、ながら聞きで OK ですのでね、生活のちょっとした隙間時間や空いた時間、通勤・通学の時間、 夜寝る前の30分とか、朝起きた後の15分、20分でもいいのでね、毎日少しずつでもやることで、必ず力はつきますのでね、7月や11月の試験に間に合わせてくださいね。はい、福祉用環境コーディネーター2級のエキソードがまだまだ上げていきますので、よろしくお願いします。以上です。